行の記事、布をご紹介いたします。はい、フィンランドで見つけた記事になります。はい、レトロ感たっぷりでいいですね。なんかいいですね。デコプラスっていう、ね、はい、何度かご紹介してる会社ですね。はい、はい、リンゴ、お花、はい、でしょうか。かわいいですね。かわいいです。なんかこう本当に癒されますよね。はい、ちょっとお部屋の仕切りとか棚の目隠し、テーブルクロスもいいですよね。はい、なんか色がこう暖色系なんで温かみを感じますね。そう、なんかこんなところでお仕事してるとティータイムもいいですけど、ノートパソコン持ってきてなんか仕事してて、なんか落ち着きますね。そうですね、なんか落ち着いてやっちゃいますね。こちらはフィンランドで見つけた記事になります。スウェーデンでしょうかね。スウェーデンですかね。はい、どこ書いてあったっけ。そちらの方に、こちら、はい、スウェーデンです。はい、ストローマという会社なんですね。はい、インゲラ・バックマンが描いた絵でございます。なんか優しい色使いでタッチのような、うん、ね、はい、なんかオフホワイトのようなベースにちょっとトーンを落とした色でお花が、はい、いいですね。いいですね。ただ背景がオフホワイトっていうだけじゃなくて、透かしのようにこうちょっと模様が入ってますね。はい、いいですね。すごい落ち着きます ね、 ね、あの北欧はこう皆さんねくっついてますからね、うん、フィンランド、スウェーデンとかね、うん、なんでフィンランドでスウェーデンの記事が見つかったり、またその逆もあったりしてね。フィンランドを車で走ってると標識がフィンランド語とスウェーデン語で書いてあるんですよ、はい、ね、うん、行き先がちょっと読めないですけど、はい、なんでフィンランド語とスウェーデン語、うん、まあいいか。こちらマリメッコの記事になります、はい、タソ、うん、そうなんです。タソ2、デザイナーさんのパッククレジットはないんですよね、はい、1981年のデザインでございます。はい、ご覧のようにブラウンのチェック柄で、はい、完全にこれはあのテーブルクロスとしてね、はい、楽しまれていたようです。だからぴったりです。ただそれだけにテーブルクロスだったんでちょっとシミとかございますけれども、ベースがブラウン系なんでね、白ほどは目立たないっていう感じで、だから日常使いにもいいんではないかなと思うんですけど、いいですね。うん、なんか落ち着きますね、このね、お花がピンク合う。そうですね、そうなんだ。ほら、どうですか、ちょっと生け方もなんかちょっと日本風じゃなくてなんかヨーロッパ的でいいですね。はい、ありがとうございます、いいセンスですね。はい、手帳選んできた。はい、あ、そうですか。ユーカリとね、もうチューリップと大体年明けなんですけれども、うんうん、でもいいですよね。はい、ありがとうございます、今一言言いたいのがあったんですけど、パクリになるんでやめました。何なんですか。いや、本当にいいですよね。痛み入ります。こちらはフィンランドに見つけたマリメッコの生地、うん、そうですね。はい、ちょっと経年感が強いですね。そうですね、シミとかはないんですけど、ちょっと経年感、ヴィンテージなんで、はい、ちょっと経年感が強い生地でございます。はい、これね、すっごい久しぶりの、もう何年ぶりかの入荷なんです、このデザイン。以前はまあ、紺青って言ったらいいのかな、系がご紹介させていただいたんですけども、はい、なかなか出てこないです、ね、出てこないです。はい、小さいね、テーブルなんかにもいいですよね。いいですね。クッションカバー作っても素敵ですよね。そうですね、はい、こちらマリメッコの生地でネックですね。はい、脇坂和司さんのデザインになります。この間ね、ご紹介させていただいたんですけども、またその後の便でね、いくつか入荷し
んまプリントそのものは経年感少ないですよね。はい、この大きさだったらこうクッションカバーなんかこう、ね、いいですね。あ、いいですね。でこれからのね、クリスマス、うん、まあ、ただの目隠し、あー、いいですね。これから本パーティーとかね、うん、お友達とか、うん、ご両親とかね、ご家族呼んでね、ちょっとした食事会の時もいいですね。いいですね。こちらマリメッコの生地になります。こちらも脇坂勝司さんデザインのネックですね。幅がね、ちょっと違いますね。幅違いですね。で先ほどのは2枚ございました。こちらは4枚4枚ぐらいあるかな、ね、はい。でどちらもさっきちょっとご紹介しました、こうカーテン種になってますね、はい、カフェカーテンとして使ってたみたいなんですが、裏見るとやっぱちょっとこう経年感あるんですけど、表のプリント色にはそれほど経年感感じないんですよね。それとあの先ほどもそうなんですけど、うん、生地がしっかりしてるんですよね。しますね、うん、やっぱりヴィンテージですね。とても72年のヴィンテージと思えない、はい、いいコンディションですね、はい。テーブルのこういうランナーにも、うん、このぐらいの幅のランナーの方がいいね、はい、結構気兼ねなく使いますね、はい。こちらはフィンランドで見つけた生地になります、はい、イエローのこうラインでね、そうですね、が描かれてます、うん、はい。メーカーは不明ですね。不明なんです、うん、はい。でもシンプルでいいですね。そうですね、はい、あ、いいですね。ティータイム、朝の朝食の中にね、はい、いいですね、はい。こちらマリメッコの生地でポッコリピッコロ柄ですね、うん、はい。何度かねご紹介はさせていただいてますけれども、また未使用というね、いい状態で入荷してまいりました、うんうん、レッド系とちょっと塔としてエンジ系の2色、はい、それが重なる感じでしょうかね、はい。この季節いいですよね。いいですね。これでね、何か小物とか、またはクッションカバーとか ね、作ってプレゼントもいいですね。そう、このぐらいこう強いアクセントのクッションカバーがこうソファーにちょっとあるだけでもこうかなり、うん、お部屋のこう、これいいですよね。こういいですね。このぐらい強くてもいいですよね、はい。ポツンとあるとお部屋全体がこう、はい、明るく暖かくなりますね。ですね。それとこれからの時期、下にこう例えばグリーン系のテーブルクロス、うん、クロスを引いて、その上にランナーとしてこう赤のやるとクリスマスの時なんかいいですね。こう2枚重ねる一部が、はい、という形でのお使い方もいいかなと思います。そうですね。こちらフィンランドで見つけた生地になります。メーカーは不明なんですけれども、お花模様が可愛いですね。そうですね。これは薄いベージュ系、はい、グレーではちょっと茶系が入ってる、やっぱベージュ系でしょうかね、はい。なんかカフェカーテンのように、こっちは普通のピッチで、ここは結構幅広いので、はい、タラの目隠しどうですか。いいですね、うん、タラの目隠しどうですか。あ、いいですね。あ、ナチュラル感があっていいですね。なんか ありますね、棚の目隠し、ね、小窓もいいですね。小窓どうですか。いいですよ。あ、いいですね、いいですね、はい。小物制作にもいいですね、はい。以上でしょうかね、はい。この季節というと焼き芋が美味しくなんでそうですよ。今ね、ちょっと思い出しちゃって、なんで話が焼き、そういえば去年今ぐらいでしたっけ、自由が丘に行って、はい、街を歩いて、普通何かこうケーキとかスイーツ買ってくるのに、うん、最後に焼き芋屋さんと出会ったんですよね。はい、出会いました。焼き芋買って帰ってきた思い出があります、はい。美味しかったですねグラム制だったんですよね、お値段は。まさか自由が丘で焼き芋屋さんに遭遇するとは思わなかったですね、うん。美味しかったですね。今ふっと焼き芋思い出しちゃったんです。ホクホクしたね、はい。皆さんも好きな方多いんじゃないかなと思います、うん。あったかい焼き芋にアイスクリームを添えていただくってどうですか。気を
失います、ね、気を失いますね。美味しそうですね。またね、食べに行きたいですね。行きたいですね、自由が丘にね、はいはい、そのためには働こう、はい、でそのためには仕事を終わらさないと、はい、誰が僕いつも本当追いかけられるっていうようにね、うん、でも一生懸命なんですよ、ね、追いつくよりか追いつく日本語って難しいですね。本当毎週毎週追いつかなくちゃ追いつかなくちゃっていう感じで、ね、はい、いつかトップを走りたいですね。走りたいですね。でも人生今までもそうでしたね。常に追いかけてました、一番最後から一度はこう、あの何でしたっけ、ゴールのテープをこう切りたいですね。そうそう、切りたいですね。で、ジャーンと映りたいですね。最後に切ればいいんですよ、人生切れないか。本当にね、あのこれからいろんなイベントがね、本当あのこの間までですね、最初に話した横浜行ってきましたけども、本当いろんなイベントがね、あの続いてきますのでね、胃腸の方もしっかりと整えていきたいと思います。でクリスマスケーキもいっぱい食べなきゃいけないし、チキンもいっぱい食べなきゃいけないしね、はい、ちょっと今日これからリストを書いておこうと思うんです、はい、年末年始食べなくちゃいけないものって別にさ食べなくてもいいんですよ鍋すき焼きこうケーキなんだかんだ、はい、でこれを食べるためにはやっぱり日頃からちょっとこう整えて、そうですね、毎日こうね暴飲暴食するんじゃない、それがあるからちょっと整えておこうみたいな感じ、うん、ということです、はい、ね、皆さんも本当体調ね気をつけていきたいと思います、はい、はい、よろしいですか、はい、それではね、はい、今週も楽しんでこの動画を見ていただきたいと思います、はい、今週もどうぞよろしくお願いいたします。